ちょっとこのね、タッチペンの先の替え時がわからないんですけどね。もうこれぐらいになったら交換するべきですか？ちょっとわからん。交換時がよくわからん。はい、お疲れ様でございます。今回ね、家事ヤロウでやってたレシピ、ちょっとそうめんとね、このツナ缶をね、普通めんつゆで食べるじゃないですか。このツナ缶で食べる方法、これちょっとね紹介していきたいなというふうに思います。この横でお湯沸かしてるんでめっちゃうるさいんですけど、まずそうめん、これは余ってあと一束しかないですね。そしてレモンペースト、そしてオリーブオイル、うわ沸騰がめっちゃうるさい。そしてツナ缶ですね。そしてブラックペッパー、これをちょっと使います。ちょっと沸騰してきたら、ここにもそうめんを茹でていきます。そうめん茹でる時の裏技なんですけどね、これをねこう最初にちょっとだけ取ると、もうここが取りやすいんですよ。ここがスポッて抜けます。この紙がついてるとね、なかなか抜けん場合があるじゃないですか。でこれをもう茹でます。ちょっと折れましたね。引きこぼれそうや。たっぷりのお湯にこう対流させてしっかり茹でますと。はい、茹で時間2分なんでね、ちょっとその間にパッケージを開けて準備しておきましょうか。これ新しい、ほんまはねあのレモン汁とかの方がいいんですけどね、ペーストちょっとね唐揚げとかに使いたかったんで、このペーストタイプを選びました。そしてオリーブオイルですね。これはね、なんでもいいです。これは食べる用のオリーブオイルっていうんですか。ちょっと後でね、このツナ缶と和えるときに使います。そしてブラックペッパーもね、これ SB のやつですね。これも98円ぐらいですか。パッケージも開けときましょうか。そしてね、このツナ缶なんですけど、このね、オイルごと使います。中に入って、危ない。これ、いつも怪我しそうになるんですよね。ここの最初の開けるところが、ここで怪我しそうや。あ、怖い。開け方注意とか書いて、ここ慎重に。あ、もったいない。あ、茹で上がりました？はい、ちょっとザルに開けて、あ、ここ危ないな。ちょっと水道で開けましょうか。ちょっとしっかり氷で締めます。うわ、めっちゃ冷たい。しっかり水を切ったら、これボウルに移して、そしてね、ここにもね、オイルごとシーチキンを入れるんですよ。こう入れて、そしてもったいない、全部きれいに入れましょう。はい、そしてここにオリーブオイルを小さじ1杯ぐらい入れましょうか。小さじ1杯ぐらい、ちょっと少ないですか。そしてブラックペッパーを適量。あれ、最悪や。これ新しいからここ閉まってるやん。これは開けまして、これ適量ですね。これ最後にも振りかけます。ちょっと軽く振って、ここで混ぜます。そしてこれを皿に盛り付けましょうか。偏りがある、シーチキンに偏りがある。見栄え大事ですよね。そしてここにレモンペーストを適量こうこんなもんぐらいですか、かけて、そしてもう一回ブラックペッパーこれを散らします。そして最後にこのパセリ、 SB のパセリかけときましょうか。これでちょっとインスタ映えですよね。はい、こちら。これ家事ヤロウでやってたアレンジレシピです。そうめんのアレンジレシピ。そうめん余った時はね、
こういう風にね食べても美味しいかもしれません。インサートだけ取って食べましょうか。こちらが家事ヤロウでやってたそうめんですね。何そうめんっていうかわからないですけど、めんつゆじゃなくてこのシーチキンにあえて食べるやつです。そしてこれはねスパゲティじゃなくて、なんていうんですか、フォークじゃなくてね箸で食べるんですよ。あ、おいしい、おいしい。ちょっとレモン風味、そして、ね、普通よりやっぱ食べ応えがあるんですかね。シーチキンが入ってるんでそんな変わらない。いや、しかし新しいですよね。そうめんをめんつゆで食べない、その スパゲティ的なイタリアンレシピ。あ、これ夏場いいですよね。夏場、この動画アップする頃はもう冬ぐらいやと思うんですけど、こちら簡単にできますのでね、冷蔵庫にそうめんとか余ってたりしたらね、一回ぐらい作ってみてはいかがでしょうか。最後までご視聴いただきありがとうございました。ちょっとふわっと浮いたり、どこ行くねどこ行くねどこ行くね。あ、ごちそうさまでした。